こんばんは。前髪やばいな。こんばんは。チョーカーかわいい。チョーカー、まあチョーカー、チョーカー、ちょっとアイス食べます。ちょっとアイス食べていいかな。あ、溶ける、溶けてる。あ、布団にいっぱいついちゃった。ちょっとアイス食べますね。あ、落ちた。なんかね、お腹すいたんだよね、本当に。公園終わりって、公園終わりって、今ほんまに今帰ってきたよ。本当に今29分ぐらいにここ着いたの。びっくり、部屋に着いた。びっくり。アイドルって大変だね、こんな夜遅くまで。ご褒美のアイスは確実だね。そうなのよね。前髪やばいな、おかしいな。うん、わかんない、もういいや。ついてすぐ配信なんだよ。そうなんだよ。なんかアイドルになってからだよね、こんなに夜遅くに出歩くのって。出歩く、まあ、帰ってくるだけなんだけどね、お家に。こんなびっくりだってさ、普通に23時とかにさ、外でさ歩いててもさ、あーまだ23時かーって思っちゃうぐらいだもん。まだ、びっくり。ダイエット明日から。別にこんなぐらいで太らんよ。まあ太るだろうけど、そんな変わらんからいいよ。だって今日頑張ったし。あ、これか、そういうことか。そう、みんな結構汗かいてたね。そりゃ踊るからね。何曲踊るんだっけ、公園って。何曲あるんだろう、数えたことないな。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ぐらい。いきなりかじるタイプ。なんかさ、コンビニのソフトクリームってさ、なんかあれじゃない、なんかさ、普通のさ、こうやってさ、お店とかでこうやってさやるやつに比べたらさ凍ってるじゃん。だからさ、なんかガブっていっちゃうよね。ダンスメドレーは一曲じゃない、ダンスメドレーと思ってる泉は。てかさ、ダンスメドレーってさ何分あるんだろうと思わん？何分あるんだろうね、あれ。何分ぐらい、4分？ん、そんな短くないか。美味しい、こんな時間のソフトクリームは美味しいな。保存料入ってるから硬い。なるほど、だからアイスに賞味期限ってないの。アイスって賞味期限ないよね。アイスって賞味期限ないよね、びっくり。でもなんかそんな時間経ってるもの食べないけどさ。ワッフルコーン、そうそうそう。今はあります。そうなの、今はあるんだ。ないと思ってた。でも書いてないよ。
どこに書いてるだろう。書いてないよ。賞味期限。ちょっとないと思ってたもん。上の蓋に書いてない。あ、上の蓋か。え、わかんない。なんか謎の数字ん QCA1858H って書いてるけど、それ以外書いてないよ。ほらめっちゃついてるけど蓋にアイスが。あ、見えないか。あれどこ。ここだ。あ、見えないか。あ、これだ。あ、わか、あ、あ、これだ。でもなんかどう考えてもさ、日にちに思えない。あ、2010、あ、違う、違う、わかんないよ。あ、それを製造番号みたいなやつ。なるほど。豚になるよこの時間の風土。そういうの言わないでほしいよ。今は夜ご飯。そうだね、これが夜ご飯だね。なんかさ、みんなさ、うん、いつから食べてないの。でも公演前にゼリー食べたんだよね。あとケータリングのうどんを数本食べて、あと卵焼き1個食べた。言ったらダメでした。ダメだね。わかんない。知らない。どうだろう。なんかビタミン取ろうと思ってビタミンのゼリー食べたよね。運動したしいいかなみたいな感じだよね。てか本当にお腹すぐし、なんかね、本当にね、想像する以上にね、公園ってね、お腹すくんだよね本当。なんか思うんだよね。てかさ、スプーンないのかな。ないな、ないな、スプーン。あ、ないな。何を見つけた。これはあったよ。まあスプーンだけど、これも木のスプーンあった。おいしい。釘付けだった公園。ありがとう。セブンティーンアイスとサーティーンアイス、どっちが好き。どっちも好き。美味しいじゃん、アイスって。何でも美味しいよ。麻雀やってるの。やってないよ。木食べにくいかな。あ、なんかね、口につく。ちょっと、こんばんは。こんばんは。配信終わるまでに食べよう。嘘、食べれると思う。食べれると思うよ。
乗らへん乗らへん、結構溶けてきてるから柔らかくなってきてる。結びと結びと、なんてビンゴ可愛かった、ありがとうございます。ネズミなんか寂しいなと思った今。テレビだな、テレビつけてなかったんだ、帰ってきたばっかだったから。消し音、あ、消音か。よし、あ、おう、結びの最後の顔面パイ、あれ顔面パイな、顔面ケーキ、顔面パイ、わかんないや。両方での活躍してた、本当ありがとう。あんはしません。コンビニアイス、そうコンビニアイスよ。集合写真のハイヤーさんの手がどの写真だ、取って出し集合写真、それとも誰かがツイッターに載せてた集合写真かな、見てないや。カップワッフル、カップワッフル、どこで買えるアイス、セブンですね。ツイッターの質問見てないんだよな、なんだろう。見れたらアイス食べたくなったら食べちゃおう、別に1日ぐらいって感じ、1日ぐらいいいよ。うん、最近痩せたらしいね、そう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 、痩せましたね。頭キンってならない、ならん。なんかさ、こういうアイスってあんまりならんくない、頭キンって。かき氷とかはなるけどさ、雨が少し離れたやつ見てないんだよな、本当に。私見てないわ、見ないとな。コンビニ到着ですか。お、はい、痛くならならないな、知覚過敏じゃないんだろうな。なぜ太らないんですか。いや太ってるよ、みんなにデブって言われるもん。でも太るけど、でもなんだろうな、最近ね、まあダイエットしてるんだよね、まあ、コナン、今の時間にコナン食べときながらはえって思うかもしれないけど、ダイエットしてるんですよ。でもさ、なんかダイエットもダイエットで、ネズミやった経験したことあるんだけど、なんかなんだろう、本当に食べないダイエットってなんかその時は痩せるかもしれないけど、なんか後々本当にもう食べないとさ生きていけないじゃん、人間って絶対に。だからなんか限界は来るんだよね、本当に本当に限界は来るんだよね、食べないっていうので。まあそこで食べるようになっちゃうと、その分なんか痩せた分以上にリバウンドしちゃうから、絶対に。だから本当に食べないダイエットはダメだし、なんだろうだなと思ってるから、なんだろう、まあちょっとなんか食事制限じゃなくて食事改善をしたかな。泉はダンスするからすぐ痩せますか。わかんないよ、でもやったことあるんだよね、本当に本当に
やばいやばいやばいダイエット。だから、うん、まあたまには食べないのって、たまには食べないとって思ってる。泉は体のために言ったら違うけど、そう、だからなんだろうな、1週間に1回はさ、なんか好きなもの食べていいっていうさ、日を作ったりとかでもいいと思うし。高校の時は何きっかけの、何ですか、何ですか、星になっちゃった。うん、太る時は顔と中どっちが変化しますか。あんまどっちも変化しないんだよな泉、お腹太らないんだよな。うん、あ、ダイエットって NG ワードなんだ。うん、二の腕出るんだっけ。そう、あ、でも二の腕出るのか分かんない。元から太いし遺伝もあるからさ、二の腕、姿勢の悪さもあるんだろうけど、姿勢だから最近気をつけてる。たまに、たまにね。はじめまして。コマ食べないの？食べるよ。食事制限する方がストレスです。なんかね、違うの。なんか今はなってないんだけど、そのほんまに今まで生きてきた中で、中学校3年生から高校1年生のいつぐらいだろうな、夏休みをしてたから、冬、秋ぐらいまで本気でダイエットしてて、本気で、でなんか最初はさ、やっぱりなんかお菓子やめるとかジュースやめるとかから始まったの泉、まあちょっと前も言ったんだけどね、始まったので、そしたらさ、まあちょっと痩せていくわけよ。でそしたらなんか減るのがなんかすっごくなんか嬉しくて、じゃあ次は夜ご飯に食べてた白米をなくそうってなって、白米をなくしました。そしたらまたちょっと減りました。あ、嬉しいってなるじゃん。でじゃあ次はなんだろう、次は夜ご飯をサラダだけにしようってなって、でサラダだけにしたの。でまた減った、嬉しいってなる。でその次はもう夜ご飯サラダだけだからなと思って、あのお昼ご飯をおにぎり1個だけに減らすの。そしたらまた痩せます、で嬉しいってなるじゃん。でまた減らそうってなって、でそしたらなんか、あ、お昼ご飯もサラダだけにしようってなるのね、その時なって、お昼ご飯もサラダだけにしました、ま、でそしたらまた減りました。あ、減ったって思って嬉しいってなるじゃん。でその次になんか朝ご飯を食べなくしようってなるのね。で、あの食べなくなりました。でまた減りました。あ、嬉しいってなるの。ででもそこら辺でなんか停滞期っていうのかな、止まるのね、体重が全然減らなくなるので、なんで減らないんだろうってなるじゃん、その時は。でやじゃあもっと減らすしかないかってなって、じゃあ次はあのお昼ご飯のサラダをやめようってなって、サラダをやめました。そしたらちょっと痩せました。あ、嬉しいってなるじゃん。でなんだろう、最終的に夜ご飯のなんかサラダしか食べないみたいなことになっちゃったことがあるのね泉は。それを何ヶ月も続けてたことがあるの。でもその時はなんか全然辛くなくて、なんか全然ね、なんか食べたいとも思わなかったんだけど、でもそう、やばいよね、やばいよね、そうやばかったのね、その時は本当に思ってた。でもやっぱりなんか貧血とかさ、なんかフラフラするとかさ、そういうのがあったわけ。で、あ、さすがにダメだなって思って、そこで私は体重計を
ぶっ壊した。でそしたら体重にとらわれなくなるじゃん。でだんだん食べるようになって、普通の量食べれるようになって食べてまあ行ったんだけど、やっぱり食べなかった時よりやっぱりリバウンドすごいよねって話。うん、そうそうそう、普段サラダチキン食べてますか？そんな食べてない。まあ過去の話ね、これ今じゃないよ、過去の話ですね。簡単に壊せるもんなの。なんかね、あのデジタルあるじゃん、デジタルのさ、なんか泉が使ってたのは後ろにさ、なんか多分その機械みたいなのちょっと入っててなんか箱みたいなあったのね、そこをガンガンって殴ったら壊れました、狂った。お母さんに怒られたら怒られんかったよ。アイドルに行ってから無理だとはしてな、全然。体重計2万ぐらいします。違うの、それがね、あの大阪にあるさテーマパークあるじゃん、あの有名な、そこのなんかくじ引きっていうかさ、あるじゃん、なんていうの、なんか600円とかさ、何百円とかできるさ、なんか A 賞とかさ B 賞みたいなやつあるじゃん、あれで当たったのよ、その体重計、体組織計みたいな、ちゃんと全部測れるやつね、ちょっといいやつ、それで当たって、あ、それを使ってましたね。多分それ当たって、めっちゃ運良かった、当たって、それをさあさあさせけさあさあそれ、お腹いっぱいだ、食べるの遅いなね、びっくり。多分ね、かって喋ってるからなんだよね、なんかさ、お話ししてると喋らないとさ、なんか何分だっけショールームって、3分ぐらいさ喋らないとさ切られるじゃん、たぶん書き忘れ的に。お腹いっぱいだな。そうだからね、喋ってるとね遅いわ。なんか普段もっと早いんだよ食べるの、普通に早いんだよね食べるの泉。今日は早いな、見られてるっていうこともあるかもしれない。壊さずに売るという発想はなかったですか？あ、売ってもよかったけど、なんかもうそれどころじゃなかったんだよね、本当に。うん、ごめんなさいってなった、ごめん、粗末にしてごめんなさいって思うけど、イズリンはメジャーに、どこだ、キャラに例えると清水かおるさんが、いや、どうだろう、誰キャラなんだろうね、誰に似てんだろう、わかんないな。ゆうちゃんの割り切れる性格いうの羨ましい、本当？でもね、あんまり好きじゃないんだよね自分の性格、もっとなんか可愛い可愛い性格が良かった。いつも最後まで食べる？うん、これ食べるよ。
か半分ちょっと。ルーちゃんみたいな、そうそうそう、可愛いよ本当に。なんか、なんだろう、愛嬌がある子になりたかったな。愛嬌がある子、うんうんうん、すごく。お姉ちゃんと多分ね性格逆なんだよね。お姉ちゃんはちょっと世渡り上手なさ性格してるのね。やばいな、今日会えるほんと？完食、ごちそうさまでした。なんだろうね、なんかさ、泉ってさ、なんだろうねなんだろうね、思ったことを言っちゃうんだよね素直に言っちゃうんだよね、思ったことバサッと言ってしまうんだよね。もうちょっと可愛く言ったらいいのかなもうちょっと可愛く言ったらいいのかなあ、58分。13位 Z さん、ありがとうございます。12位がマサパムさん、ありがとうございます。11位がみずちさん、ありがとうございます。10位が小雪さん、ありがとうございます。9位が岡山さん、ありがとうございます。8位がセム社長さん、ありがとうございます。7位が淳之介さん、ありがとうございます。6位が松村雄一郎さん、ありがとうございます。5位がチャッパータイムさん、ありがとうございます。4位がしまちゃんさん、ありがとうございます。3位がヤギシャンさん、ありがとうございます。2位がマッキーさん、ありがとうございます。1位がトチナンデスさん、ありがとうございます。なんかね、そう、何を落としたんだっけ、なんかね、何を落としたんだっけ。そう、思ったことを言っちゃうからちょっと冷たい人間だって思われがちなんだけど、まあそうでもないような気もしないこともないんだよねって話です。それじゃおやすみなさい。バイバイ。またね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。またね。じゃん。バイバイ。バイバイ。バイバイ。またねー。グッバイキーン。グッバイキーン。取りたい髪の毛と引いたい。